PNK の田中修司です。本日はですね、このセルフキャストっていう本のご紹介させていただくとともに、このセルフキャストという、考え方をベースにしてですね、動画を使って、ビジネスを活性化させるということについて、その方法論なりを考えてみたいと思います。このセルフキャストという本はですね、動画を使ってですね、ビジネスをもう少し、活性化しようじゃないかと、いうようなことで、ブロードキャストというのに対応して、ブロードキャストというのはですね、公共放送とかそういうものですけれども、YouTube とかですね、そういうところに、自分で作った動画をアップして、その動画をベースにしてですね、お客さんを増やすなり、ビジネスを活性化していくと、こういう、提案がなされている、本でございます。ご興味あればぜひですね、読んでいただきたいわけですが、問題はですね、こういう動画を作ったとして、それを動画を配信してますよというのを何らかの形でですね、お客様に、お知らせしなければいけないと。もちろん YouTube などにアップすれば、その動画は必然的に誰かが見てくれるだろうとは思うんですけれども、もう少し加速するですね、方法論が必要でしょうと、そういうことで、私自身はですね、こういう方法を使ったらどうかということで実践しております。でも名刺のここに QR コードをつけまして、この QR コードは動画ですよということで、動画にアクセスできる、これは YouTube にアップした動画ですけれども、アップできるようにして、情報提供というんでしょうか、今こんなことが話題になってますよということだとか、私はこういうような問題意識を持っておりますというようなことを、この名刺の中に情報を盛り込む形で、動画そのものも見ていただけるような工夫をしております。それ以外にですね、例えばこれぐらいの大きさの紙にですね、いくつか自分の作った動画を宣伝するということで、一番上は PDF ファイルですけれども、自分の作った動画がですね、見ていただけるようなですね、カードを作りまして、お客様のところにご訪問したときや、人様と名刺交換させていただいたときに合わせて、このカードを配ってですね、動画を見ていただけるような工夫をしておるわけです。こういうようなですね、QR コードに直接動画の URL、YouTube の URL などを読み込めるようにすれば、直ちにですね、QR コードを通して、紙の媒体を通しましてですね、こういう紙の媒体を通しまして、動画が読んでいただけると、こういうようなことができるのではないかということであります。一つの工夫としてお話をさせていただきました。本日はありがとうございました。